パが入院でもしちゃったら大変よね。病気が治ってからもそれまでみたいに働けるとは限らないし。そんな時ローンや毎日の生活費は大丈夫かな。たまにはどうだ外で。つうか幸せを約束してくれますか。今よりもっと幸せにしてくれるって。30年後も幸せになろう。パパが入院でもしちゃったら大変よね。病気が治ってからもそれまでみたいに働けるとは限らないし。そんな時ローンや毎日の生活費は大丈夫かな。たまにはどうだ外で。つうか幸せを約束してくれますか。今よりもっと幸せにしてくれるって。30年後も幸せになろう。パパが入院でもしちゃったら大変よね。病気が治ってからもそれまでみたいに働けるとは限らないし。そんな時ローンや毎日の生活費は大丈夫かな。たまにはどうだ外で。つうか幸せを約束してくれますか。今よりもっと幸せにしてくれるって。30年後も幸せになろう。パパが入院でもしちゃったら大変よね。病気が治ってからもそれまでみたいに働けるとは限らないし。そんな時ローンや毎日の生活費は大丈夫かな。たまにはどうだ外で。つうか幸せを約束してくれますか。今よりもっと幸せにしてくれるって。30年後も幸せになろう。